熱々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 こんにちは、ケンシです。山本です。今回なんですけども、はい、またこの季節がやってきてしまいました。しまいました。のぼりガツオですね。はい。え、のぼりガツオだよ。初ガツオ。初ガツオ。初ガツオ。そう、初ガツオといえば、うん、この方です。初ガツオっていうのは何なんですか？初ガツオは、うん、南の方からこうカツオが入ってくるわけですよ、日本の方に、うん、それから北海道の方まで行くんだけど、うん、そこの北海道まで行くまでが初ガツオです、うんうん、登ってくるんだね。そう、うん、そこから夏終わると9月になって戻ってくる、うん、それが戻りガツオ、うん、今の時期は初ガツオ、うん、なるほど。じゃあもう新物シュートボールでいいやつなんですか今回は。今年はね、うん、もう今年2回食べてるけど、うん、いやでもやめ、2回ともうまかった。おい、楽しみ、楽しみ。魚屋さんもね、今年は当たり年だってさ、期待していいんじゃないでしょうか。そんな初ガツオを楽しむメンバーを僕らだけじゃもったいないということなので、はい、うちらのスペシャルのメンバーをまた呼ばせていただいたんで、あのタッパーさんお願いします。お願いします。よいしょー。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー揃っちゃった。いやー今日危ねえぞ。こんだけいるってことは、あのもちろんカツオもねペロリといっちゃうのももちろんだし、うん、あっパサかね、爆弾処理班だったね。それで行きます？あ、行きましょう。行っちゃう？じゃあそこから帰ってこようか。帰ってこようか。じゃあ行きましょう。行きましょう。レビュー。レビュー。かー。のかー。ないの？ないの？とりあえず？うん、とりあえずボムで。とりあえずボムですね。あれだわ。すげえの来たじゃん。来ましたね。来ますか。カツオといえばだもんね。ね。カツオといえば。合うんだよね。ですかこれは。なんだこれは。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これと下もこれにしてます。バカ言ってな。じゃあ入れよ。お願いします。お願いします。よいしょ。いやーもうコカレロといえばアッパーさん、アンダーさんねえ、この二人大好きだからな。これしか飲んでねえもんな。これしか飲んでねえ。夏ですね。夏にもってこいだからね。ね、これからの時期、うん、確かにお祭りだもん、ね、うん、あとキャンプで飲むのが違ういいんだよね結構、うん、ね。しかもガラスでね。ね。あれじゃん。こんなん飲んだら太っちゃうんじゃないですか。今日はねいいんですよ。お、よそ。解禁日。そう、解禁日。解禁日。そう。チートで。これがもう今日の僕の最後の晩餐なんで。おお、言いましたね。そう。いやー。チー出た。チー出た。夏が来る。みっちゃんひっくり返ないのに気をつけないと。うん、確かにね。みっちゃん包丁あるし。包丁があるからね。うん、これ最後にしときな、みっちゃんは。冷てぇじゃん。最初で最後。冷てぇじゃん。最高ですね。最高だな、おい。じゃあ今日は、ケンシ君、ヤマト、アンダさん、みっちゃん、カツオの会アンドココブの会、楽しんでいきましょう。キャンパイ、キャンパイ。帰ってきた。来た。できたぞ。ただいま。ただいま。戻ってきた。戻ってきた。やっと初ガツオが始まるね。おお。戻りやましょう。ミッチョよろしくお願いします。お願いします。もうずっと僕らここに座ってる。何もしねえって説明してくれ。タープすら立ってない。青空だよ。青空だよ。これでもいいんじゃないかって思い始めた。究極系だよ。軽くやっていきましょうか。やっていきましょうか。よろしくお願いします。雨が降ってきますよ。ね。すげえ曇ってきちゃった。春からしてるよね。なんか俺してると思うんだけどさ。ん？してない。してない。してない。俺ら酔っ払ってる。多分。
雨降ってると思ったんですけど降ってないっすね。いや、アンダーソンだけっすよ。いやいや、言ってたか言ってないそこは声を大にしていない。俺だけじゃない。はて。はて、はて。はて裏切ってくるよ。あ、ボムが効きそうだな。え、うん。動いてるから今。まあ、あの、両方容量守って、正しくやっていきましょう。よいしょ、よいしょ。いやー、ここが本日の酒場ですね。ね、酒場で。やっていきましょう。行きましょう。すごいなぁ。はい、はい、はい。はい。いやー、腹減ってきましたね。ね、腹減ったよ。ここからが長いのがね、カツオの会だから。大体今、4時、3時半なんで、カツオは7時半です。7時ぐらい、そうだね。あらあら、アッパーさん、何を作ってるんですか？これは、途中下車しようとしてる。これはコカボムですか？コカボムですね。夏だな。めちゃくちゃ簡単に綺麗にできるね。工夫いらない。あ、確かに、うん、マジで注ぐだけでいい。これだったら、うん、結構その、うん、何でしたっけ、その上のやつ、フォアラ。そっか、フォアラがないと、うん、持ってくるだけ持ってきて、ありがとうございます。両手使わないと難しいですもんね。そうそうそう、まあ、なくてもできるけど、これあると、うん、結構革命が。そうそう、熟練のね、あの職人は大丈夫なんだけどさ確かに酔っ払ってくるとなおさら。そうそうそう、手元がおぼつかなくなってくるから、うん、うわー綺麗。これはマジで綺麗だね。あ、やばいやばい、ちょっと待って、こっちがいい。よっ、いやービール飲みてんだけどなぁ。いやー、でもいいですね。夏ですね。夏ですね。蚊取り線香も抱いちゃってこの匂いがもう夏だね。飲むか。いけます、旦那さん。 OK OK OK？やめて。ちょっくなっちゃうから。ホッケ単勝のアンダーさんです。抜け替えすんだ。みんなそうなの？単勝ホッケ日本代表の仲間だよね。全員バラしていく。ホッケの一番じゃん。一番。一番。トップランカーの。でもあの殿堂入りの人はカウントしないですもんね。基本単勝法系会の殿堂入りだもん、ね、王子王子5年取ったら全員殿堂入りしてるそれでは今年初の初ガツオ、はい、楽しんでいきましょう。キャバイキャバイ、キャバイ、また帰ってきちゃったちょっと ねちょっとあの帰り損ねたのね、うん、一回戻ったの、戻ったよね、うん、また帰ってきちゃった、ね、半歩って2歩下がったまるで人生みたいなねうまく締めたな寂しいだろ今のカツオまでまあまあ時間あるけど、なんかないですか。あと口寂しいんですけど、そう思って今日は夏のやつ、夏のやつやりましょう、やりましょう。さすがタートルズ、タートルズ、タートルズ、いいそういうことだ夏ということで、こちら、ほい、もうね、夏だね、夏だな、これキュウリがジブリだもんね、ね、ジブリだねこれシンプルにこういうの美味しいよ、美味しい、うん、はい、これを何つけて。これはもう味噌でしょ。あー、おーい味噌でしょ、田舎味噌、田舎味噌。いやー、いいですね。チェイサー行きます？チェイサー行きますか？もう持ってんだよね。行こう行こう。若ちこ、若ちこおじさんが。ちっちゃいことは気にすんな。ちっちゃいことは気にすんな。若ちこじゃん。これでやっていきましょう。みっちゃんの見ながら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではサマークラフトエールで、イエス、楽しんでいきましょう。キャバイ、キャバイ、
お夏だわ。爽やかだな。うま。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ後味半すぎるね。なんか柑橘感出してるよ。この柑橘感すごい。ギャラクシー感はねえけど。ね、ギャラクシーホップ、ね。いや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 。キリンさんが出してるからギャラシキギシがいっぱい。わかんない。ね、やっぱ野菜取っとこうよ。うん。ね、うん、ちなみにこれあの近所のおじさんが今日の朝。うん、持ってきてくれたやつ。朝どれ？朝どれキュウリ。いいですね。夏野菜だね。近所で取るとすごい太いね、結構。ね、うん、ちょっと育てすぎだって文句言うかと思ってね。もうちょい手前でやってくれ。すげえ今の。何やったの？うちここがさ、キュウリって硬いんだよ、このここのね、はあはあはあ、こっちこっち側これね、ああそれを見られると恥ずかしい。うわ、おい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 、チンボやん。おい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 、チンボやん。チンボはチンボは違うでしょ。今日包丁切れるようにしてるから大丈夫でしょ。あ、今日研いでる？うん。これはなんか技の名前はあったっけ？これはあの普通に種を取ってるだけなの。種？あ、そのつぶつぶ？そうそう。あ、ここね、種なんだ。実はね、キュウリってこのつぶつぶで食中毒なの。え？なんで？あの大腸菌がね、ついてることがある。そうなんだ。まあそんなね、絶対とかはないと思うけど、取らなくて食べてる人いっぱいいるからね。ね、食ってたね、ほぼほぼそれだよね。うん、可能性としてある。そうそうそう。だから取っときましょうっていう。うんうんうん、あのいたずりって塩でこうやる場合もあるけど、ね、あるよね。あ、へえ。やっぱ冷やすといいんだ。なんかでも氷の上乗ってたらもう楽しくない？楽しい。確かに。これだけでうまそうでしょ。資格をね。うん。目もいぐーって感じだもんね。確かに。言い方独特。乱切り。乱切りがねまたあのゴリゴリで美味しいんだよ。種取ってもいいんだけど。うん、やっぱ乱切りが、ね。あ、うまそう。ゴリゴリだからね。みょうが？葉生姜。これはね、谷中生姜。谷中生姜。これも夏のサッカー選手にその名前ですよね。谷中生姜。これがまた爽やかでうまいんですわ。確かに。これはどういうのに使われるんですか、普段は。これね、酢漬けにして、あ、まあ酢漬けにするのはまた違う生姜なんだけど、似てるやつなんだけど、焼き物のあしらいとかにつけるね。はじかみみたいな。はじかみ。はじかみ。はじかみとまたちょっと種類がこれ変わるんだけど。はじかみって初めて聞いた。ね、マジっすか。知らない俺。絶対焼き物さ、うん、ここがさ。あれはじかみっていうの？俺漬物だと思ってた俺。端っこを噛むっていうんで。ああ、そうなんだ。みんな知ってたの？ここのね、ここにね砂が。溜まるんで。へえ。付け根に。そうそうそう。みっちゃんの砂溜まってんじゃねえ？付け根。付け根。そばか。そば、そば食ってる。それ最後何を拭いてるんですか？これね、あの汚れ皮、うん、が色変わっちゃってるところこう。ああ、うん、ピンクのところ？そうそうそう。すげえ綺麗。綺麗ね。めっちゃ綺麗だった。うん、味も変わるんですか？味はねそんな変わらないんだけど。うん、あの綺麗な方がいいでしょ、見た目からね。みっちゃん女好きだもんね。みんな言葉使っちゃった。これが流れちまうから遠回しの面見てくれ。あ、もう帰ろうか。これねマジテンション上がるんだよね。夏来たなって感じするね。うん、思った。おおよいしょ。なになになに、二つじゃん。食べ過ぎよ。そう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 。あの結構谷中生姜って辛いからさ。うん、あ、そうなんだ。そう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 。あんまりこう口の中のに入れる量が多いと辛いから食べやすいんだね。なるほどね。うわー、すごい。ナチ。氷はね、味に全然関係ないし意味ないんだけど、なんかいいよね。量ですね。これうまそうだもん、めっちゃ。いいよね。ディリディリディンディリン。ディリリリンディリンディンディンディリリリンディリン。サマーだね。
うん、楽しいね。イントロで乾杯したら食べていく。やっていきましょう。夏お持ちしました。気持ちいい。これは夏だね。量ですね。行きましょう行きましょう、ガンガン行きましょう。イエース、イエース、イエース、炭火クラブ9。はい、いいよ、食べてみる。いいんすか、あたす。いや、ナパスだ。はいはいはい、親父の味。懐かしいよね。わかるわかる。あ、ほんと確かに辛い、ちょっとちょっと辛いの嫌なかった。犬馬夫婦のシェラだ。そう、うん、かわいい。あたす、あたす。競争率激しいんだから。おおいしいよね。うまいんだよね。夏だね。味噌もうちょっともらっていいですか。あ、ダメっす。あ、じゃあ。なんかキュウリの色緑だけど、なんかね、ちょっと先生。え、はい、諦めた。そういうことか。みんな感度が鈍ってますね。感度が鈍ってる。え、俺だけ反応したの。おい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 、この緑のキュウリで連想させた。うん、行くか。おおおおおお、緑コカレロ、はいはい。わー、コカボムのシャンデリアがまた、うわー、綺麗。キュウリ色だね、確かに。ねえ、キュウリでよく合うんだよ、これが。そうなの。あれ情報。実写調べ。実写調べ。まだ活動見てねえんだよな。ねえ、顔すら拝んでないからね。もう拝まずに終わっちまうかもしれない。もういいよ。それでは、夏、キュウリ、氷、コカボム、行ってきましょう。キャビー、キャビー。うん、あ、これもうやべ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 、もう次ターンで終わりじゃない？うん。あ、そう、ね、3回だもんね。3、4、もう1ターンと。安心してください。控えてる、ベンチで今肩を痛めてるから。今日はとことんですね。いきます。じらすね、じらすね。顔が見えない、まだ。うわ、うわ、すげえ、すげえ。おお、すげえ。本日、すげえ、気仙沼から、うわ、出港していただいた。はい、パンパンで綺麗ですね、まだ。ね、気仙沼から。いい張りしてるね。ちょっと安田さんも触っとけば。じゃあ、いい張りしてる。おまわりさん、この人です。捕まっちまう。こちらで、じゃあ今日はこちらを下ろしてわら焼きしていきたいと思います。おめでとうございます。それでは下ろしていきたいと思います。はい、お願いします。あの、お腹はね、出してもらってるんで、魚屋で。うん、あ、なんかすごいネズミ色に見えるね。ね、今日ちょっと色は薄いね。氷にね、使ってるとそうなるんで。あ、そうなんだ。そうなんだ。ちょっと待って、今日す、ちょっと滑る。滑る。下が滑るとね。滑らなくなる。なんか料理人みたいですね。そのさん。ねえ、ちょっと職業なんですか。職業？ユーチューバーだよ。最近こうしらけんだよな。やらせといて。誰も盛り上げない。お、前はさ、なんかウェーイみたいな感じだったの、最近なんかしらけんだよな。ちゃんとユーチューブになっちまった。あ、そういうこと。3000人とかやったからね。月引きも兼ねてるんですか、これは。そうそうそう、この鱗ね、硬い鱗。なんで前にしか鱗ないんだろうね。ね、マグロもそうなんだよ。前にしかないの。うん、確かにない。そう、こっちはないの。ね、てるてる、うん、普通ですね。速く走る、あの、泳ぐ魚はそうなのかもしれないね。へー、なるほどね。そう、マグロとか、う
うん、旅をする魚たち。そうそうそう、すごいな、顔がピンクだね。ここ出てる、うん、出てますね。鮮度いい、鮮度はいいね。いつのこれね、多分今日月曜日でしょ、うん、だから日曜日の夜に漁に出たやつが月曜の朝に上がって市場に入ってきて、あの今日ここに来てくれたって感じだな。ありがてえ、ね、まさかの富士山の麓で食われるとは思ってないよ ね。ちなみに今日は気仙沼です。すごい、私の母ちゃんの実家ですね。え、あ、そうなんだ、うん、もう気仙沼のカツオは勝浦に次ぐいい、あの勝浦と同等ぐらいかな。へえ、やっぱブランドがあるんだ。うん、っていうか上がっていくからね。俺が前回、先週あの食べたんだけど、うん、先週食べた時は勝浦だった。はいはいはい、あ、これもう上がっていった、ね、活動していく、すごいスピードだね、うん、どっかでちょいちょい休憩していくのかな、モーテルで。え、カツオが、カツオが、カツオがモーテルモーテル読んのかな。もしかしたらウミガメと喋ってるかもしれないね。本当にアリエルの世界や。おお、ニモ、ニモ。アナシ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 。いや、飲むか飲むか、それじゃ飲むか、頭取れたし。じゃあみっちゃんはまだやめとこう、4人で行っとく、行っとこう。そうだね、飲むか。よいしょ、いいな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 、人間っていいな。それおいしいコカボム、おろしたてカツオ、はい、あったかい布団で眠るんだろうな。戻った、戻った。僕も飲もうコカボム飲もう。いつも飲むの、やめときな。とりあえずやめとこうか意味なくなっちまうから、うん、確かに、うん、僕ドラえもんになっちゃう。全部いっちゃう。全部いっちゃう。おっぱい飲んでねんねするか。おっぱい見てたもんね。これどこがどこが。みんな二つねあるから。じゃあ山が二つありますからね。山が2つありますから。こら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 。こら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 。ちょっとここにこれやらせていただいていいですかね。いいよいいよいいよ。危ない危ない危ない。それではご唱和願います。この音を。おいしょー。どれ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 。本日のカツオパカーン行かせていただきます。うわめちゃくちゃいい色。くぅー、赤い真っ赤な感じいいね。いいですね。今日のカツオは期待できますね。これが食べられるのがキャンプですよ。キャンプですよ。キャンプですよ。ボム行きます？早い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 。電動車違うよね。やっぱ仕方ない。すごい。おお、最高に来ました。出ました。これつけさせてもらおうと、はい、これから長いね料理が、はい、これつけさせてもらおうと。みっちゃん痩せたなね。アンナさん大変なんですよ。大変なの。大変。いっぱい分しかないんで、これ次のやつあります？なんかいや、もうないんじゃない。いや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 、まだあるんだよね。おっと、なんだその色。おいおいおい、怪しげなピンクなここらのがあるんですよ。エッチなここらのあるぜ。これは新作らしいですね。あ、新作。これはクラシコっていう緑のやつで、はいはいはい、こっちがビーダっていう。ビーダね。そうそうそう。結構飲みやすくて、はいはいはい、俺ここらの回し物みたいな。じゃあ確認だけ、これ案件ここから。これ、ま、全然案件じゃない。個人的に好きだから。好きだから。買ってきました。買ってきました。ありがとうございます。アマゾンでね、急遽。そう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 。これいつもこっちだと。そのレッドブル下にするじゃないですか、うん、これだと下は何するんですか。これね、
グレープフルーツらしいんですよ。おい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 、さっぱり系です。おしゃれだね。夏っぽいね。夏だよね、うん、だからこれで今日はでもアッパーさんのさりげなさがもう本当にプロだったもんね。今本当の裏の人が本当の人がいるから今日。グレージュが推奨されてるんですかこれは。本田さん、グレージュ、グレープフルーツジュースが、あ、そうそうそう、なんかグレープフルーツジュースとあとなんかレッドブルのマンゴー味がなんかいいっていう。へー、マンゴー味ってあるんだね。あ、ま、わかんない、なんかマンゴー味だった気がする。うん、おマンゴー味。5回に1回のやつだよ。受けてないんだね。受けてねえんだよ。すごい。かわいい。かわいい。ねえ。いい、綺麗な色合いが。ね、あ、みっちゃん、そう、初めてだもんね。うん。初めてのボム。あ、見たか。かわいい。あ、かわいい。女の子と飲みたい。ねえ。おいおいおい。見ましょう。この綺麗なカツオを見ながら。はい。綺麗なココモを飲みながら T だ B だ B だ FM10 だ FM10 なのよ。それは気持ちよすぎないB だ、気持ちよすぎかよ。頑張れ頑張れ。うん、うわ、うまっ。うん、まっ。これ危ないやつだ。危ないよこれは。これ何、ピーチ、これピーチリキュールっぽいで、でもねファッションだよね。ファッション、ファッションか、うん、めちゃくちゃうまい。夏じゃんこれ。これはやばいね。キンキンに冷やしてこれは久保田じゃん、うん、え、久保田息が止まらないよ甘い口づけをしよう。危ない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 。楽しくなってきちゃったな、ねね、やっぱね楽しいよ ね、 ね、うん、まだねキュウリと矢中しか食ってないからね。本当だよ。カツオ何も食ってないもんね。カツオの回なのにカツオがまだ食べれる状態ないから、ね、もはやコカレロの回だよね。ずっとボムしてる、ね、この前の娘が編集してるところを見て、パパの仕事はなんでそんな楽しそうなのとか。めちゃくちゃいいじゃん。超いい ね、 ね、そう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 、理想的な、うん、めちゃくちゃいいよ。 YouTuber だよって言うなんて出るな、切れるな。娘も怖がっちまえ。よいしょ、チェイサーも飲んでいこう。いいねいいね。おい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 、ここでのチェイサー嬉しいね。おい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 。アンナさん、レモンサワー。俺レモンサワーでいいや。はい、ここでいい。いや、うん、違う、まあいいや、これ見て見て、みんな仕事を。若ち子、若ち子、うわーすごい、うわすげえ、すごいね。血合いみたいな赤さ、そう、ここ血合いなんでね、血合いを取るか取らないか、うん、論争、昔から論争があるんだけど、結構みんな酔っ払ってるし、濃いめが多分いいと思うから、今日は血合い残しとこうか。なるほどね。あれでお茶漬けとか食べたらダメなの。言っちゃった、それ。え、おい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 。お茶漬けもうまい。あ、なるほどね。うん、あの薄く切ってね、漬けにしてお茶漬けもうまい。あれ、戻りガツオって言ったっけ。これは初ガツオ。初ガツオって何が特徴なんでしょう、戻りと。なんか違うんでしょ。ちょっとね、油は少ないんだけど、うん、身の旨味が強い。赤身食があるってことですね。そう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 。あ、じゃあ夏にいいですね、本当にね。そう、うんうん、だこの時期しか食べられないし、うん、戻りガツオは戻りガツオめちゃくちゃうまいんだけど、うん、カツガツオは何だろう、さっぱりしてるし旨味も強いから、夏来たなって感じするよね。あ、すごい、ここに来たらカツオの香りが、うん、今日のカツオはうめえぞー。あー、しみだ。ゴム足りる、うん、あともう一本あるんだよ。あんのかー。おい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 、2本買ってきたからな。ビーダーがな、ビーダーがね、ビーダーの気持ちよすぎたよ。自分でビーダーつけるのやばい。編集楽、編集楽。じゃあ串打ってきます、はい、あ、串打ちですね今日ね。カツオの質がマジでいいから、うん、どれだけハードル上げてもうならせる自信があるぐらい。おい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 、楽しみですね。質はどう分かるもんなんですか。やっぱ張りと、うんうん、なんてならな
ねっとり感があるんだよね。へえ、ねっとり感。そう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 。外側から触った時に分かる。あの外側でも分かる。へえ、張り具合がね。うん、この皮側を打つんですよね。そう、皮と身の間を打たないと、うん、焼いてる時に落ちちゃうからね。ちょっとそれ柔らかいから。そうそう。三個。おーおい。YouTuber みたい。あ、これなんだっけ？これなんだっけ？なんでしょう。もう3回目だよこれ。3回以上だよこれ。違うわ。もうやめろ。やめろや。俺ピー入れれないんだよ。なんでしたっけ？これやると。あの皮が膨らまずに均等に焼き目がつく。はあ。カリさん。ん？何は？いや何も言ってませんみたいなかもしれない。よいしょ。うわ。塩に。やばい。俺も飲みたいのにさ。できちゃう。うわ。うわ。うわ。これだよこれ。じゃあ焼いていきましょう。おいしょー。おいしょー。あれ。組んでますね。焼いていくぞ。おい。おー。おー。いいですね。すごいすごいすごい。おー、めちゃくちゃいい感じ。おい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 、夫婦坊やいる？おい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 、イナバウ、イナバウは？吹くとき言って。来た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 。おいおい。こんなイナバウ見たことねえぞ。吹かなくていいんじゃね？くそ。吹いて。すごい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 。本当に？よいしょ。いいねいいね。すげえ。どうした調子いいぞ。夏の風物詩だ。あーすげえ。熱熱熱熱。すげえ。いいね。火力絶好調ですよ。うわ。いいねみっちゃんの顔が。出とし。いい顔。あっち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 あつかないから、わらの匂いがついてる。そうそう、いぶされないから。これも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 。やめやめやめ。できた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 。早い。めちゃくちゃ。こっちの方が全然いいね。この束の方が。すごい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 、なんか。おい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 。職人がいるぞ。職人は黙って。来るから真剣な顔で、今すんごい真剣な顔してるよ。あっちにも職人がいるんだよな。何やってんだよ。何職人だ。おい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 、すごい。し、2周目行かせていただきます。よろしくお願いします。いっそおげ、いっそおげ。はい、拭いてください、拭いてください。この煙が黄金に変わるんですもんね。そう、これがね、この煙でいぶすのが、あの美味しいやつだから。うん、闇をつけるイメージですか。そうそうそう。すごい、すげえ。おいしたー。おい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 、たけー、すごい。おいおい、髪が燃えるぞ。これこれこれも、これもこれもこれも。やめろやめろ。すげえ。いい音してますね。いい音してる。ふぅー。よいしょ。おーい、おいおいおい。何を見てるんですか、今は。今、焼き目具合。どうなったらいい感じになったの？しっかりこう焦げ目がつくというか。
皮に火を入れないといけないから、うん、チェンジタイム。うわあすごい、いいね、はい、どうぞ。おいしょ、おい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 、皮目うまそう、うわうん、まそう、もううまそうね、これはうまいよ。アンダーさんとアッパーさんどっちがうまいっすか、この吹き具合は。アッパーさんだね。この前やったのに俺。カメラだからって飲まないと思う。ここで行っちゃう、ここで行っちゃう。みっちゃんもあるよ、そこに。いただきますよ。ここここここにある。よしよしよし、今時間大事だから。忙しい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 。これ急がなきゃ いけないんですか。そう、これ急いでやんないと、あの思い通りにいかない、やってあの火が入ってくんないから。ここで火を入れすぎちゃうと、そうちょっとボソボソになっちゃったりするんですか。そう、火が通っちゃうね。なんか詳しいな、詳しいですね。なんか職業は何ですか。冷めるからやんねえよ、もう。乾杯。 YouTuber だよ。イエーイ、乾杯。乾杯。おいー、やるじゃい。みーちゃんも、はい、しょしょしょ。乾杯。夏だな。うん、重注だ、重注だね、重注です、重注、うん、ミックチュ重注だね、ミックチュ重注ですね。水をね、水気をやっぱ取らないと、うん、魚は良くなくて、うん、なるほどね。そう、これがね、あのやっぱ プロの仕事なんですよ。おい、細かいところがね、うん、お仕事ですね。そうそうそう、これをやるかやらないかで、うん、全然変わってくるんです。ーリードでちゃんと水分を取って。うわ、これどっから出てくる水分なんですか、魚自体の。そう、あの塩当ててるから浸透圧で水が出てくるんだけど、それで締めていくと。そうそうそう、二巻き目。そう、この水分を取らないと、うん、口に入った時に水っぽくなっちゃう。リードとティッシュの出し方はもう日本一ですね。天才、ありがとう。職人の現場でもこのキッチンペーパーとか結構使う。キッチンペーパーはもう乱用するね。乱用、水気を取るっていうのが肝なんですね。そう、やっぱ魚は特にそうなんだけど、水気が天敵だから。うーん、うん、黄金だ、黄金だ、ほら黄金だ。そう、皮がうまそうなのよ、ね、うわぁ、すげえいい香りするね。え、めちゃくちゃいい香り、これは期待できるぞ。これはあのカツオ界史上一番美味しいカツオ。ごめんシルク。でも結婚おめでとう。おめでとう。飲む飲む、じゃあお祝いで。そうだね、お祝い飲むか。お祝いは、うん、お祝いしたいね、うん、シルクおめでとうっつって、うん、お祝いしようじゃん。やろ、寝てもな。寝てからな、寝てからな。みっちゃんちょっとまだ今からね、そうだね、いやいやいや、シルクおめでとうを飲まなきゃダメだ。確かに祝杯ぐらいはね。そう、祝杯は飲まない。自分で行くスタイルで。祝杯は別腹って言うじゃん、だって確かに。よいしょ、こっからは誰ですか。え、俺だよ。だそうです、見たいっすね。おいおい、これグレープフルーツジュースが先になくなっちまうんじゃないですか。おお、すごい共同作業だ、ヘモト君が。ちなみにもう一歩あります。うぃ、上がピンク、いいね、なんか夏だね、夏だね、これいいね、うん、これ本当にこれ多分女の人も飲みやすいよね、うん、これね、うん、すごい飲みやすい。オッケー、じゃあとりあえずカツオも焼けたし飲んどくか。飲みましょう。そしてシルクにおめでとう言うか。そう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 、俺のシルクにおめでとう言おう。シルクロード、ユンちゃん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。めでしいよな。うまっ。彼女誰だろう、ユンちゃん。知らなかったのマジで。あ、そうなんだ。口が固い二人なんだよ、こう見えて。そうなんですよ。コンプライアンス検証。俺はコンプライアンス検証見てないけど、子供にも言ってる。
あ、言ってたもんね、全然ね。あ、言ってたよね。そうそう。みっちゃんもね、一緒にいた。子供がね、ファンがあるから、回っちゃうと困るから。あ、確かにね。早いしね。そう。びっくりしたもん。チンチンは子供なのにな。最近、息子と同じぐらいで困ってるんだよ。だいぶ。さすがに頑張る。ねえよ。今5回に1回勝った。5回に1回勝った。じゃあみっちゃん何次は何やんの次野菜切ろ野菜切ろ行きます、うん、めっちゃ喧嘩すんのよ喧嘩おい喧嘩すんなよなんだよなんだよ俺は痩せたよ俺痩せてねえよこっから痩せんだろ痩せんよ、うん、頑張れ頑張るよでも俺はできるか心配だよ長いのよ6時なのよそして何も俺ら食べてないからキスが早のよ早のよでもなんか久々にキスしてドキッとしたしかもお前ら既婚者なのよここは大丈夫でしょ男同士は大丈夫でしょねいいよね今日ね、包丁トイレに来てるからでも包丁トイレ来て俺も酔っ払ってるからねおおすごいクグみたいな腹にのせたすげえわ鉄砂みたいなねマジでこれ体が覚えてるじゃん。うん？体が覚えてる。うん。そう、ちょっと話しかけないでくれる？前はね、俺を見ながら来てくれたんだけどね。多分今酔ってるから。そんなことできるわけないじゃん。できる。できる。いや、切りながらさ、手元を見ないで切る。すごい。すごい。すげえ。これマジすごい。すごい。これこんだけ薄くしなくちゃいけない理由はあるんですか？この薄くする理由は。カツオのたたきはね、薄く切るの薄く切るんだけど、カツオ自体を薄く切るそうそうそうで、カツオのバランスカツ噛んだ時の食感と、カツオの食感と玉ねぎの食感があってカツオがメインだから、薬味が邪魔しちゃいけないわけですよそうなってくると、添えるだけそうなってくると、やっぱ薄く切らないとカツオの邪魔をしてしまうとおお。すごいし指の感覚だけでやってるんですかそうすごいよねこっち見てこっちみんなお前よ注意するけどまたドキドキとしちゃったこっちでしょめちゃくちゃ上手だな何なんすかなんだよなんだよ。なんだよ。やんのか？そんな安くねえぞ。やめろよ。あ、なんだよ。やって。わ？あ、やんのか。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 なんだよ。なんで？なんで？なんで？お前で責任取れよ。巻き込むなよ。みんな大好き、みょうがさん。みょうがさん。最高。でででででそっちなんだ。これすごいんだよね。こうね。おお。よ。ちゃんと見せよ。すげえ。マジすごい。すげえ、すげえ、すげえ。ちょっと、ちょっと酔っ払ってたから、軸取るの忘れてたわ。うちらは軸も食うけど。やばいやばい、膝がやばい、膝が。軸も食べれる、軸も食べれるんだけどね。バラバラになんないから。これマジすごいんだよね。こんな酔ってもこんなできんだ。ねえ。だから14年やれば酔っ払っても刻み物ができるっていうのが証明されてます。14年。みっちゃん振り向いてチューすんなよ。チューするわけないじゃんそんな。簡単にチューしないから俺。ちょっと綺麗なんだよ。ちょっと。色っぽかった。いや今山野君が求めてたもんなんか。顔がもう。悩んでるねこれは。色っぺえ。色っぺえ色っぺえかった今。やっぱり料理で女の子は男の子。ほらほら。肩取りしてるもん。やだ。夜盛り。
恥ずかしくてもうあっち行っちゃったから恥ずかしくておいおいチューすんだチューすんだよ宝さんこれよりもやっぱあんなさすがにしないよさすがにさすがにそんなするわけないするわけないしないよ絶対しないもんいやするわけないりょうまんうんまい高田さんの唇が誰のためのやつよ野田圭のよ何かわかんないけど今皮むきました汚ねえな汚ねえなこれであの薄く切れたところの真骨頂がわかるとなるほどじゃあ行きますおーいマジすげえなうわすごい透き通る感じがあのすいませんありがとうございます芸術ですねいやすげえめちゃくちゃいい感じで混ざってくるねえ、うん、ねえこれじゃなきゃダメなんですよ調和がすごいカツオのわら焼きはこれ2パック入ってんのこれ2パックよええー、少なく見えるけど、うん、いつもの倍入ってるからねあそうなんだ、うん、ちょっと効いてますね楽しそうですねこっちみんなおちょさわけ美しいなおい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 そんな熱くしてる熱くないとねやりづらいよ切ってんの今おい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 出てきた出てきたうわこれすごいこれ今何ミリですかこれはね 0.001 だね超えたね髪の毛ぐらい目指してますすごいこれマジすごいよね、本当にうわすげえわ、これ大葉の、香りが、ね、もう香りがすごいねお願いしますこれではまだね、わからないんですけど、うん、混ぜることでうわすげえこれすごいね、本当にすげえよく混ざったところでこれを引き上げるとうわこれが大葉ってこんなに細く切れんのマジで出た出た出たねすげえこれでカツオとのバランスが保たれてる楽しみですね邪魔しないってことですね邪魔しないあの引き立ててくれるカツオいや職業何ですか職業 YouTuber だよおお何やってんすかいや今ほらオフだからさ飲まねえと回ってんだよ回ってた回ってる何やってんすかおぼぼむしようとしてたら回ってましたね俺も飲むわえ飲むのやめときなみっちゃんまだみっちゃんこれ大丈夫みっちゃんの分まで俺らがちゃんと羽ばたいていくからみっちゃんじゃあ大丈夫って言うから追い込んでいく大人だからね俺のことは俺が一番分かってんもんなんだよなんだあっち行けうわおいおいエッチですねひどいひどいみーちゃん、美味しいカツオをありがとうございますキャッパイキャッパイまだ食べてないけどなぁいや楽しみだ ねなくなっちまうようわいや早くない早いわ俺らまだキュウリと谷中生姜しか食べてないのもう2本空いてるからね2本空いてしまったよメインが来てない弁償戦長いんだよなこっからガンガンいきましょうメインやっていこうお願いしますお願いします今あのしっかり水分が抜けて抜けていや最高ですね冷えていい感じになっておりますうわうわやったなこれきたーうおーすげえ皮目のやばそうだね皮のところめっちゃうまそううまそう黄金カツオだこれださあいつもドバンにあるエビ5回に1回やっちまったわしかもドバンえ今のはもう10回に1回だわあすいませんでしたとりあえず切るよはいすいませんでしたこれ厚切り先に行かしてもろてはいはい高田さんはあれですもんね初ですもんね初ですアッパーさんねアッパーさえここをまず切らしてもろてはいきたうわ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 何いい表情してるよえ何何
この厚みが大事なんですよ。厚切りだね。断面がまた綺麗だよね。綺麗だ。おい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 。そう待って恋してるやついる？みんなどっかに。うわうわこれが。カツオのおにぎりだもんな俺。ね。どこ切り取ってもうまそう。ねえ。ねえこれ二回包丁入れるのは。これあのやっぱ皮のところをちょっとこう食べやすくするように。でも口の中に残っちゃうから残りはしないんだけど、うんうんうん、なんだろうここはもうね多分料理に自己満にもなるんだけど。あじゃああれなんだ飾り包丁とかじゃないんだ。そうでもこれした方が全然圧倒的に食べやすい。食感が全然違う、うん、でここでこれで終わらないんですよこれは。大事なやつがあるんですよ。秘伝のやつがあるんですよ。マジか出しちゃうかあ出るぞ。ニンニク醤油漬けでございます。これがないとダメよね。いや本当に、いやちなみにどんぐらいつけたんですかこれ。これはね去年の2月だから。え去年1年1年半、はあ、1年半ものとあとあのシルクさんのコラボの時に1回つけてるから、うん、8月、うん、10月かあれ、うん、で8ヶ月ぐらいね、2種類入ってます。うわー楽しみだな。なんでだおい。これは抜けちまうかもしんないみんな今日。おやありがとうございます。ありがとうございます。これが最近広告に入ってくる手術しないで切らなくてもいいやつね。これかこれかこれが決め手。肉の醤油漬けですね。うわこれがうめえんだよな。センズだ。これ何年もんだろうねこれね。あこれが違うからしょこれ。これが多分1年半。うわこれ8ヶ月。うわ若干やっぱ手前の方が黒いね。ねそうね。使ってんね。1年ってすごいよね。確かに。やっぱ黒いやつ使ってんだ。そうなんですよ。使ってんの使ってんの。だけ使ってマルシェじゃあこれでちなんでいきましょう。お願いします。これねこれはねちょっと厚めに切った方が美味しいから全然。やべえやつだ。あもう香りが切れ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 それで厚めなんだもう。いやちょうどいい上手だな包丁が。ほんとよ。そしたらこれをねいやーうわーそうだケーキしか出んわこんなん、ね、なんかそうですね来たね。いやこの季節がやってきましたよ。本当ですね。これでそうわー高田さんこれは塩で食べてもらうもんですんで。うわマジか塩塩じゃないんだね。塩なんですよこっから塩。いや塩がマジでうまいから。うわじゃあめっちゃうまいした、うん、これ大事なんですよ。ヘダの塩ヘダ塩うーんこれがねマジでうまい。うわこれしょっぱく見えるじゃないですか。うんしょっぱくないんですよ。そう、あそうなんだ。旨味なんで天然の塩天然のこれね本当味の素入ってるんじゃないかぐらいうまい。うまみがじゃあ強いんだね。強いチート使ってるからそう。どこの塩だったんだよ。ヘダヘダって沼津。あ、沼津沼津地元ですね。一品目完成でございます。ありがとうございます。うまそう。じゃあ一旦食べる。食べましょう。食べよう。食べた食べましょう。うわいただきます。一手を合わせてください。合わせました。いただきます。いただきます。やっぱね、初めて食べるね。そう、それ高田さん、ね、めっちゃください。食べてもらいましょう。いいっすか一発目。初、カツオの厚切り。初カツオ、初塩カツオ。あるよね。ボム？ボムボムボム。ボムどういう感じですか？いただきます。
出た早かったねうわーこれよあかんかんかんはいみっちゃんどうもありがとうございますよっしゃ俺らもいただきましょう、はい、俺らもいただきますいただきますいただきますめっちゃうめえこれめっちゃうまいっすいただきますいただきますあうこれはそれどうするわらの香りはいバコンくるねうんうん厚みがいいねうんめちゃくちゃうまみがすごいこれ、うん、またこの枝の塩がめちゃくちゃ合うね、うん、こんなに乗せてるのにねねまっわしよっすげえうまいさすがにキャッパイめっちゃ合うっすありがとうございますうまいっすうん今年は当たり年だわうわすげえこれはうまい、うん、後味でもこの藁の香りが、うん、ねすごいこれが藁のパワーなんですよちゃんと全部がうまい、うん、塩もニンニクもカツオも、うん、バランスがめちゃくちゃいいね、うんうん、結構刺し盛りででかいやつがあると、うん、うわでかいのかってなるけど、うん、ちょうどいいもんねねニンニクもやべえわ未だかつてこんなに厚みが早くなくなったことないから、ねえー、先生先生最後いやいや食べて食べて食べて俺はもう俺もう3個これからあるから3個食べた俺もう3個食った俺さすがにさすがに悪いと思ってさすがに悪いと思いながら3個食ういや俺も一緒なんだけどいや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 アパさんアパさんいや俺もねさすがに悪いと思いながら3個食ってまあまあ、じゃあ社長、社長食べていいよ俺も2個食べたえ俺も2個食べた俺1個しか食ってない2個食べたんですよ2個食べたから全部割り食ってないいただきます熱くねーのよよいしょいやこれは極上、ね、マジでキャンプですようめキャンプかでもわら焼きはキャンプ場でやるのがマジでおすすめだよね。ね、うん、あんな煙出るし、うん、確かにね。盛り上がるし。家じゃできないよね、あんまりね。次、ポン酢で行かせていただきます。そして、この黄金に輝いたカツオを切らせていただきます。おーいもう焼け具合がすごいのよ。皮目がすごいね。腹の部分は、うん、さっき半身、4分の1。これも4分の1ですもんね。これも4分の1。ペロっていっちゃったもんな早かったね早かったね、うんうん、これはうまいんだよな今度は今回薄めで薄めにいくんじゃんこれだ、うん、いや、いい色ねえ、色がすごいよすごいうまっちょおいこいしょうまっそうすげえ完璧だな、ね、いや、そんなそんなことある？ある？そんなことある？これはうまいぞ。これはうまいでしょう。いやもう切り方がマジですごい。ねえ。茶漬けで食いて。茶漬けで食いって味変すんなまだ何も始まってないんだよまだ何も始まってないんだよ絶対うまいと思って茶漬けにしたらまだあるぞまだまだあるからすごいこのペース配分でいったらもう半身欲しくなっちゃうところですよねそうね皮目よ皮目黄金に輝く切り方がすごいもん叩きと炙りって何が違うんですかいや一緒よはい、たたしたぶりは、うん、そう。それでは、総仕上げさせていただきましょう。神々ですね。まだここからあるんだ。さっき来たね。神々だけど。いや、なんかこれ芝生？芝生。え、マジ来た。確かに。すごい。たっぷり乗せて。いや、うまそう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 。サラダなわけですよ。ねえ。じゃカロリーオフ。オフでね、これ。オフでね。ゼロです。ゼロですね。ゼロですね。むしろ痩せる。痩せんだ。確かに高タンパクで。小田さん。まんべんなく知らせて、行かせてもろて。うわー、花坂じいさんじゃん、もう。もはや。この人？
ちょっと待って、よだれが止まらんです。これがでもよだれガツオと言われてもね。いいね。誰も疑わないよ。ここで、うん、ちょっと今日ポン酢をね、うん、買い忘れてしまって、うん、少なかったんですけど、すだちをね、うん、買ってきて、ちょっとあの即席で合わせたんで、このちょっと濁りポン酢。生ポン酢。濁りポン酢。生ポン酢ですね。濁ポン？濁ポン生かしていただきたい。ちなみにこれ 何を入れたんですか？ポン酢と醤油とみりんを少々。うわ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 、やめろ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 、やめろ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 やこんなの初めて。これ大丈夫？軽犯罪引っかかんない？これはね、重犯罪引っかかる。うわぁ。前回一発何度かじゃあ。うん、いやぁ。仕上げは OK。完成でございます。こんにちは。ただいま。はい、お待たせしましたよ。お待たせしましたよ。何ですかこれは。うわ、うわすげえ。やってんのよ。豪華じゃん。めちゃくちゃうまそう。さすがにシャメ取っていいこれ。シャメ取ってもいいですか？撮影中ですけども。はい。すいません。これやば。今シャメって言うの？うん、言わない？シャメールでしょ。死後感はあるみんな通じるけど、カツオのわら焼きのたたきでございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。アスパーさん、初ですもんね。初ガツオ、初ガツオ、初の初ガツオ、初ガツオ童貞を卒業しっぱなしですから ね、うん、もう野菜をたっぷりたっぷり、はい、あの、はい、巻き込んで、うわー、長島長島長島、うわー早い。うわしかも緩やかに。これやばいっすねマジで。行きましょう、行きましょう、行きましょう、いただきましょう。みーちゃん、ありがとう。いただきます。いただきます。いただきましょう。いただきます。いやー、いただいちゃう。俺もよいしょ。いただきます。うわ、いやこれすごいわ。うーん、初速が早いね。早い。これポン酢忘れてありがとうかもしれない。うん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 、いやこれはうまいわ。うまい。しかもわらの感じめちゃくちゃいいね。今回あのわらだけでやったから、うん、めちゃくちゃいぶされてるね、うん、すごい。なんか生ポン酢感がちゃんとある、うんうん、めちゃくちゃうめえ。ね、結構ネギでさっぱり入って、うん、後からこのニンニク噛んだ時のこの爆発力っていうかすごいよね。食レポうまボムでボムでじゃあバコーンってね、爆発って言ったもん、うん、ボムボム。いやいや、もうないのよ。あー、それはしょうがねえな。ないないのよ。しゃあねえ。じゃあ我慢するか今日は。もうあるんだよ。しかも必ず入ってくるわけじゃないから。おいよいよいよ。いやだな。甘がってんの。これもうまいね。うん。かなり。ね、ペロリだったね、うんうん。夏めっちゃいいと思う。うん、夏いいね、うん。汗かいてね。うん。ゴクゴクゴクって。普通にカクテルとして美味しいね。うん、で、これ普通に氷入れて飲めるね。うん。うまいな、アンダーさん、ほんと。うわーい。これちょっと下少なめぐらいが一番綺麗に決まるかもしれないね。じゃあ今日は最高のガツオありがとうございます。ありがとうございます。キャバイキャバイ。はぁ、
いっちゃん、本日もありがとうございました。こちらこそありがとうございます。最高の料理、まだまだみっちゃんのチャンネルで続くので、続きは出張料理人みっちゃんねるのみっちゃんでお願いします。キャンペーン、キャンペーン、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、じゃあ皆さん、最近みっちゃんがクラウドファンディングやってるらしいからな。いや、僕らみっちゃんにあのクラウドファンディングの応援をさせていただいたんですけども、なんと全然飲食店やってないのに飲食店のやつ買わせていただきました。やってやりました。ちなみに西郷隆盛って名前で買っ、買ったから。え、あれ、そう。一番最初に来てるやつじゃん。いや、ちょっと泣きそうなんだよ。で、それで寿司将軍やりましょう。あ、おお、寿司将軍やばい。熱いね。あります、ね。みっちゃんの料理を食べられるからね。うん、ぜひ、忖度なしに、もうおすすめなんでチェックしてみてください。ありがとうございます。それではまた会いましょう。バイバイ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 。ありがとう。めちゃくちゃ楽しいわ。最後高森で。